じゃあ行きますよ。はい。おーおーすげーな。うわー超綺麗。何これ。皆さんこんにちは。市岡元気です。こちらのね、元気ラボのチャンネルはですね、世界一の科学チャンネルを目指しておりまして、日本の最先端技術をですね、世界に届けたいという思いでやっております。今回ですね、素晴らしい技術をツイッターで見つけました。こちらですね、キャステムさんのナノ 3D プリンターで印刷した戦艦ヤマト、なんと指先の上にちょこんと乗っているもの、そしてこっちのね、髪の毛の上にちょこんと乗っている戦艦ヤマトなんですよ。画像からわかる通り、皆さんもですね、注目していて、1.2 万件のリツイート、 3.5 万件のいいねというのがついております。これがバズったその日にですね、キャステムの担当者の方からちょうど LINE をいただいていて、事前にこのこと僕知ってたんですけど、すごいバズっているということで、ワクワクしてこちらを見ておりました。前からやり取りがあって、開かずの金庫でですね、金庫を開けない状態で中を見てもらうっていう CT スキャンをやっていただいた会社でもあるんですね。元気ラボを見ていただいていて、好きだと言っていただいていて、やり取りがあったんですけど、今日ですね、あの小さい戦艦ヤマトを元気ラボにわざわざ京都から持ってきていただきました。株式会社キャステムの福島さんです。はい、キャステムの福島です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いつも見ていただいてる感じ。はい、そうですね、あの楽しく見させていただいております。ありがとうございます。キャステムっていう会社はどんなものを作られてるんですか？もともとは精密鋳造で部品を作っている会社だったんですけども、はい、今は商品などを売っておりまして、はいはいはい、最近ですと、あのポケットモンスターのモンスターボールの虫かごを。虫かご、はい、この間僕も虫を、教育系 YouTuber ならたくさん捕まえられるだろうっていう企画でね、そういえば使いましたね、はい、うちがの企画をして、はい、そこから製造販売までさせていただいております。他にも何か作られてるんですか？はい、キン肉マンのロビンマスクを作ったりだとか。駅に展示もしてますか？はい、福山駅の方に。今あの福山駅に展示しているのは、あの悪魔将軍って同じ筋肉マンのキャラなんですけども、はいはい、ロビンマスクと悪魔将軍を作っております。キャステムさんはなんか素晴らしい技術の会社で、まあ、鋳造が昔からされてたんですか？はい、そうです。最近はあの 3D プリンターとか CT スキャンとかいろいろされてるんですよね？そうですね、今はもうデジタルとアナログ両方を使ってものづくりをさせていただいております。早速なんですけど、はい、戦艦ヤマトを見せていただくことはできますか？はい、わかりました。持ってきております、はい、こちらになります。おー、これですか？はい、すごい。これ開けても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。開けてから言ってますけどね。はい。こちらですね。これ意外と大きいですね、目で見えるくらいので。皆さん言われるんですけども、はいはいはい、実は反対側の銅色の板の方は何もないと見せかけて、はい、これが実は話題になったヤマトでございます。え、マジですか？はい、マジです。すごい、ちっちゃ。今回のですね、企画はこの戦艦ヤマトをちょっと電子顕微鏡で見えないかなと思ってやってみたいと思うんですけど、そもそもなんでこんなちっちゃい戦艦ヤマトを作ろうと思ったんですか？はい、こちらのヤマトは超微細な光造形装置というもので作っておりまして、はいはい、皆様には認知されていない技術ですので、どうにかして皆さんにもっと知っていただきたいと思いまして、世界最大の戦艦ヤマトを世界最小の戦艦ヤマトにしたということです。こちらはですね、表面を金属化しておりまして、はい、京都先端科学大学様と一緒に共同研究で進めさせていただいております。超微細光造形装置で作ったものの上に金属コーティングということですか？そうです、表面を金属にしております。いや、全然見えないですね。全然見えないですね。肉眼じゃ無理ですね。他にも何かいくつか持ってきてくださったんですか？はい、持ってきました、うん、こちらはですね、はい、アリなんですよ。アリ、おお、巨大なアリを 3D プリンターで作ったりなどしております。ああ、そうなんですか、はい、なので逆にとてつもなく小さいアリを作ってみようということで、この小さいアリを作ってみました。これなんかすごい透明なんですけど、何で作ってるんですか？これあの樹脂になりますね、はい、樹脂を固めて作っております。すごい。これをね、はい、電子顕微鏡で見てみます。はい、ぜひ。では最後にこれ何か分かりますか？クイズ、皆さんこれは何でしょうか？なんだこれ、人で？あ、星の砂。正解はエッフェル塔でございます。エッフェル塔、はい、エッフェル塔ですね。うわ、めちゃくちゃ楽しみですね、はい、早速電子顕微鏡で見てみましょう。ではまずエッフェル塔から行ってみましょうか。はい、さあエッフェル塔電子顕微鏡で見たらどんな感じなんでしょうかね。おーおー、すごい、すげー綺麗。見ますね、すごく綺麗に。日立さんの TM3030 はおきれいきれいきれい、網並みのところまで出てますね。ほんとだ、しっかり。じゃあ細かいところまで、はい、見てみますか。大丈夫。おお、すごい。お
おお、きれい。おお、すごい。もっとアップにしていきますね。はい。おお、こういう感じか。すごい。細かい。はい、では次はこちらのアリ見てみましょう。お、すごい。やばい。おお、これはちょっと多分拡大していただければ、はいはいはい、積層が見えると思うんですよ。あ、この足とかの下にあるやつがサポートですか、はい、そうです、サポートです。いっぱいあるんですね、はい、下から順番に作っていくので、この辺空中浮いちゃって成立しないんですよ。うん、あ、そういうことですね。なんでサポートっていうものを立ててあげて、はいはい、崩れないように形がしてあげるっていうものですね。なんか頭に面白い模様が出てる。気づかれましたか。これが積層ですね。あ、これが積層なんですね。一段一段作ってるんで積層ができるんですよ。まず肉眼では見れないですね。サポートの棒が見やすそう。あ、ここか。この辺り見やすいですね。おお、本当だ。いよいよこちらですね、戦艦ヤマト見てみましょうか。よく見えてるこれでは見てみましょう。お、まあ、まずはなくなってないことが確認できましたアップ。おー、すげーな。うわー、うわ、超綺麗。何これ、めっちゃ綺麗な造形ですね。はい、もうちょい行ってみますか。はい、超綺麗。え、マジで砲台砲台、うわ、すごい。すごい、何これ、すごいですね。この手だと絶対に作れないですからねうわ、すごいな、これ全然言葉が出てこないですね、これはすごい。この先端の穴とか、これやばいですよ、これ。何これ、これ、これどれぐらいの大きさの穴なんですかね。確かに、これ、え、うわ、うわ、え、これが10マイクロですか。1マイクロ1マイクロの穴を開ける、すごいやば。横から今度は見えるかなと思って斜めに設置してみました。やってみましょう。なんかいますね。なんか影がありますね。おお。お、いた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 。あ、来た。来ましたね。ね、ちょっと斜めになってましたね。来ましたね。ちょっとちっちゃすぎて見失ってましたけど。お、超かっこいい。すごい、これは。将来はこっちがもっと発展して小型化とかも進みそうですね、これは。うん、確かに確かに、もっと簡単に増えてる。はい。ミニサイズの車、結構なんか氷抜ける。それは面白いですね。素晴らしい技術が見えました。はい、と皆さんの中でこういうものをめちゃくちゃこんなちっちゃい、ね、サイズで作ったら面白いんじゃないかっていうものをコメント欄に書き込んでいただければと思います。もしかしたら気が向いたら一緒に作れたりする可能性があるかもしれないですね。そうですね、はい、今回ね、協力していただいたキャスタムリキューさんの方も YouTube やってまして、下の説明欄にですねチャンネルのリンク書いておきますので、他のものもね興味あればぜひご覧になってください。